カシワデハスヒカシワデハスヒは、日本古代の6世紀前半の皇族。聖は新。日本初期末第19によると、金明天皇6年3月、九だに派遣されたとある。この時、再始動班で半島へ向かっている。そのことが、以下の悲劇の原因となった。同年11月に帰国した際に、以下のように朝廷に報告した。 くだらの海浜で日が暮れたのでの宿しましたが、その際に商人が急に消え失せて、行方不明になりました。その日大雪が降り、夜明けになって探すと、虎の足跡がありました。私は刀を帯び、甲冑を着て、岩、甲を探し当てました。高し見て、糸輪を受けて、陸海に、黒を見て、風にくしり雨に黙して、草を貸し、茨をブチにすることは、その子をめでて、 父の五を生がしめむがためなり。わけ、うじかにたけき神はたった一人の子を与えてくれたが、今宵、その子が亡くなってしまった。後を追って、探しに来た。命を落とすことも恐れず、報復するためにやってきたのだこう言ったところ、虎は前に進んで、口を開いて飲み込もうしましたが、私はすぐに、左の手を伸ばして、虎の舌を捉えて、右の手で刺し殺して、皮を、 はで帰ってきました以上が、柏で発火の虎退治の一部始終であり、宮廷食前食以外の柏弟子の武勇を物語る、代表的な現象の一例である。ありがとうございます。